グラフィックソフトウェア。グラフィックソフトウェアは、コンピュータにおいて図形あるいは画像データを扱うソフトウェアの総称。ここでは主に静止画像について、画像、図形と画像、双方の概念を含むオブジェクトをイメージと記述する。グラフィックソフトウェアを対別すると、基本的にピクセル単位で編集し、多彩なペンやブラシを扱ったり、水彩や油彩のタッチをシミュレートし、 内部表現をラスタ形式とするペイントソフトと幾何学的な図形や曲線を編集し内部表現をベクタ形式とするドローソフトになる。また三次元モデルの立体図形を定義しさらに時間軸に沿って動きや変化を与えることができるソフトウェアある。ただし複数の分類にまたがるものや曖昧なものもあるので一般に分類は完全には行えない。 グラフィックデータを扱うアプリケーションも複数の機能を統合しているものが多い。コンピュータソフトウェアにおいてはビットマップ画像を編集する絵を描くためのソフトは一般にはペイントソフトと呼ばれる。対照的にベクターイメージを編集するソフトはドローソフトと呼ばれることが多い。これは画像編集ソフトがいち早く充実していたマッキントッシュにおいて ビットマップ画像を編集するソフトの初期の代表格が、マクペイント、ベクターイメージを編集するソフトが、マクドローという名前であったことに由来する。ペイントソフト、和製英語、ラスターグラフィックスエディタは、フリーハンドによるデジタルドローイングのツールの故障である。ペイント系、画像編集ソフトとも呼ばれる。写真の暗室作業のデジタル化から発展した。 コトレタッチ系とは異なり、白紙やキャンバスに絵画を描く作業をシミュレートするデジタル画材をムセプトとして発展してきた背景から手書き風の絵画の作成に特化しており、主にイラスト作成などに用いられる。ペンタブレットなどを利用して実際にエフレなどで描く有様を模してピセルを操作できるなど現実の描画操作になるべく近づけるよう工夫がなされている。 写真編集ソフトウェアは、分類上は、ペイントソフトに含まれるが、銀塩写真、フォトの暗室作業、写真編集の電子化、デジタル化、や、工学的な画像処理をルーツとして発展してきたソフトウェア。明暗の分布を示すヒストグラムの表示や追いやき、輪郭抽出といった機能と名称はその名残とも、言える。その羊から、写真や自然画のポストプロセッシング、誤処理、 や編集に適した機能と構造を持つ。ホトレタッチ系とも呼ばれる。ホトレタッチツールは、エアブラシなど、アナログディエン写真の暗室作業、写真編集に使われる道具を指す。明度、コントラスト、色調を補正したり、高度なものでは、レイヤなどを利用して様々な特殊効果を加えることができる。画像の抽出や合成などに特化した機能が豊富に揃えられており、 輪郭協調など様々な画像処理や編集、コラージュ作業などに向いているが、反面絵画的な画像を一から描き上げる作業には、やや不向きな機能構成となっている製品が多い。近年では、デジタルカメラの普及に伴い、RAW 画像の現像処理や、ホワイトバランス調節、赤目補正、レンズによる、歪曲の補正、ノイズやホコリの除去処理など、 写真画像のレタッチに完全に特化したソフトや、調整だけでなくデータ管理機能を持つものも登場している。DTP の延長として、プロのカメラマンも因果シ出力だけでなく、フォトレタッチツールで補正済みのデジタルデータを添付して納品するケースも近年では増えている。ピクセルエディタは低解像度のインデックスカラー画像の編集に特化したソフトウェア。 16色あるいは256色のアイコンや古いビデオゲームなどに用いられた小さな往々にしてアニメーションを伴うこともある絵を作成する目的で画素ドットを一点ずつ加工する作業に特化したツールであるドットエディタドットエーツールなどとも呼ばれるアイコンエディタもほぼ同様な機能を持つがアイコン編集に特化している PC-9801 など 過去のコンピュータでは色数がインデックスカラーに限られているものが多く、サイトの Z ザスタフ98、マルチペイントなど多くの名作ピクセルエディタが存在した。このインデックスカラーの画像を編集することは職人芸であり、こうした技術を持つものはドッターとも呼ばれた。現在ではインターネットに使われる GIF 形式画像などがインデックスカラーを用い画像形式である。 ドローソフトは内部表現がベクタ形式であるイメージを扱うグラフィックソフトウェア。ベクターツール、ベクトルグラフィックツール、ドローツール、ドロー系とも呼ばれる。ベジ曲線、スプライン曲線などを利用して画像を出力するため出力機器の解像度に左右されることがなく印刷所等への入稿時に AI、Adobe ラストレーター形式を求められる場合が 多いのはのためである。カナダドルズメニアロゴ、タイポグラフィの作成やイラスト作成などに使用される。動画編集ソフトウェアはノンリニア編集ソフトとも呼ばれており、それまでフィルムやビデオテープなどを対象に行われてきた映像などの動画像を連続した静止画の連なりとして取り扱い、フレームあるいはシーケンス単位で編集、加工するソフトウェアである。 作業には膨大なメモリとストレージ領域とそれに見合う演算資源を要求すため、成立年代は最も新しいものの一つである。3次元ソフトウェアは、3D オブジェクト、3次元オブジェクトのデータから光源や形状を考慮して、その位置から見える画像を計算し合成するソフトウェア。その機能を、オブジェクトの形状を編集する、モデリングソフトウェア。 モデラーとそれらのオブジェクトをもとに実際に画像を描画する 3D レンダリングソフトウェアに分けることができ、一方に特化したソフトウェアも存在するが、現在では両者を統合したソフトウェアスイート環境として供給される例が一般的である。科学技術計算ソフトウェアは数値計算により画像から特徴を抽出することを目的とした画像処理ソフトウェア。 可視化ツールとも呼ばれる画像フォーマット変換ソフトウェアは JPEG や GIF など多岐にわたる静止画像データのフォーマットを相互に変換するソフトウェア。画像ファイルには有名なものからあまり聞かないものまでを含めると非常に多くのフォーマットがある。パソコンの例明の時代には多くの画像フォーマットが乱立した。その後、インターネットの時代を経て、 汎用性の高い代表的なフォーマットへと集約された。画像フォーマットの種類についてはお参照。画像フォーマットの変換に特化したソフトウェアでは多くの画像フォーマットに対応し異なるフォーマットへの変換出力が行えるようになっている。画像フォーマットによって表現能力が異なる場合があるため圧縮率や画質の調整をするオプションのほか、 サイズの変更や色調補正の機能も備えているものもある。2000年代に広く用いられる画像データのフォーマットでも画像の性質や目的によりいくつかの種類がある。シンプルなビットマップ画像を扱う BMP などに代表されるフォーマットや自然画像を非可逆圧縮で高い圧縮率でデータ圧縮する JPEG、図形を多用する画像や色数の少ない画像の 圧縮に適した GIF 蒸気のいくつかの特徴を兼ね備える PNG などのフォーマットがある。画像データを扱う多くのソフトがこれらの代表的なフォーマットへの変換出力機能を備えている。ラスタ形式とベクタ形式のフォーマット変換、トレース機能はアプリケーションの一機能として搭載されていることが多い。コリルドロに搭載されているカレルパワートレイスや イラストレーターに搭載されているライブペイントなど、ビューアは画像を見やすく表示するソフトウェアのこと、近年のパソコンではオペレーティングシステム自体が個々の画像ファイルを表示したり、画像の縮小イメージ、サムネイルを一覧表示したりする簡易ビューア機能を備えている。より専門的なビューアでは多くの画像形式に対応し、 多数の画像ファイルを扱うため画像に特化した高度な管理機能を持つ場合が多い。デジタルカメラで記録したデータの取り込み機能、デジタルカメラに付属するビューア、管理ソフトでは必須となっているや、ネガポージ反転やメイド補正などの簡単な加工ができるものもある。また、パカサなど一部のビューアには、オンラインアルバムに画像をアップロードする機能を持ったものもある。 FA 組み込み用ソフトウェアはソフトハウスや産業用装置開発会社が装置内で行う画像処理、画像解析用に使うソフトウェア。多くはライブラリー形式を取り関数を呼び出して利用する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。